皆さん、こんにちは、マーティン。では、飲み屋空母、キングサクです。今日はですね、今年は新型コロナウイルスで、歓送迎会と懇親会中止となったため、今日はリモートで、おうち懇親会を行いたいと思い、マーティン。買ったのは、カフェダイニングイーストグランドエルサン内にある、シェフのボックスですね。ちょっとメニュー説明します。イタリア産ハム盛り合わせ、ムール貝とクスタスのサラダ、アスパラのペコリチーズがけオムレツ。黙ってろ、今。手離せない。野菜のバーニャカウダー風、鶏ももソテー。黒内豚のポールゲッター、庄内のお魚ソテー。パルミジャンのチーズのトマトペンネ、フォカッチャ。高級なビートかきして。だからあれ使ったんだよ、あの券。ああ、なんか。5000円分入って2000円。3000円残ってるよ。使いたかったら使ってよ。すごいんじゃねえ。今から懇親会やるとこだから邪魔しねえで。一人でして。そうだよ。休みだ今日。休みだよ。懇親会やってんだから。もうそれはそう。しょうがないね。ポテトなら。ポテトだな。何の色？じゃあ、ペンネならいいよ。ペンネだ。これは？ポカッチャ。そう作り。じゃあ、ちぎるよ。ちぎるっていいで。よいしょっと。しょうがないね。え、飲むの？じゃあ、なくなるよ。じゃあ、ワイモン、ケンクスは一生からずきで、パイプは。パイプ、どこの？畑の。ブルーベリー畑の。うん。はい、お茶休みだっけ？うん。ケンクスぐらいでいいんだ。うん。では、ここで山の。うん。よし、来た。じゃあ、早速乾杯しましょう。乾杯！では早速いただきたいと思います。裏メインディッシュ豚汁ですからね、これは。これです。ではまず鮭から日本食から日本と洋食イタリアン料理融合ですね。うん、めこれ分かっちゃうね。それともう一皿ね、これなんだ、人参のなんかね、甘い、これ何の葉っぱだろう。おいや、カブラ。very good。カロリーいいな。あ、こっちじゃないか。豆腐ね。おいしいじゃん。あ、ペンネさん、スプーンでちょっと食べてみますか。イタリアン。おいしい。これ肉？ちょっと食べてみよう。さっぱりしてて、これ庄内豚ね。
こっちリゾット。リゾットね。うまキング。うん。卵焼きとアスパラ。タケノコ？これ。多分チーズ、あ、わかった、チーズ。うん。生ハムとサラミ。サンキューベイマッチョ、ピーマン。これ鶏肉ね。バルクサミコ酢のソース。うん。マーティン。柔らかくて美味しいし。うん。いい感じ。魚ね。コリか、うん、生ハム、うん、だし卵は、うん。おいしいちゃん。ではじゃあ一曲歌います。本当はみんな歌うとまあ暇つあるので私一人で歌います。あいみょんさんでマギーゴールを聞いてください。風の強さがちょっと心揺さぶりすぎて真面目に見つめた君が恋しい。でんぐり返しの日々、かわいそうなふりをして、だらけてみたけど、希望の光は、目の前にずっと輝いているし、合わせだ、麦わらの帽子の木、君が揺れたマリーゴールドに似てる。あれが空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋も離れないでと泣きそうな目で見つめる君を雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて抱きしめて離さない。本当の気持ち全部吐き出せるほど強くはない。でも不思議なくらいに絶望は見えない。目の奥にずっと映るシルエットだ。いい好きさ、柔らかな。肌を寄せ合い少し冷たい空気を吹たり噛み締めて歩く今日という日になんと名前をつけようかなんて話してああ I love you の言葉じゃ足りないから時して
雲がまだ二人の影を残すから、いつまでも、いつまでもこのまま、遥か遠い場所にても繋がっていたいな。二人の思いが同じでありますように。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。あれが空がまだ青い夏の方と懐かしいと笑えたあの日の恋も離れないでと泣きそうな目で見つめる君を雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて離さない I love you の言葉じゃ足りないだとキスして雲がまだ二人の影を残すからいつまでもいつまでもこのまま離さないやいつまでもいつまでも離さないみんないかがでしたでしょうか。これから忘年会、いや、間違えた。一人懇親会、歓送迎会楽しむので、ドローンします、一旦。バイバーイ。